こんにちは、中島かおるです。アタッチメントです。これ1ミリですね。これは、1ミリで、これが13ミリです。これをこのようにカチッとはめます。で、一番重要なのは必ず、コームが通ることですね。必ずアタッチメントをつけて、このクリッパーをするときは必ずコームが通ることが、重要です。このようにコームが通らない毛にはアタッチメントコームを使わないでください。このようにで、コツはゆっくり毛に沿ってアタッチメントコームを、使うことですね。そこのように綺麗に、仕上げることができます。以上です。